どうもこんにちは。 まままっったりり学び直しし教室の続きをやってまいりましょうで今回話したいことはですね三権分立とはということについて話していこうかなと思っています、まあ、この図見たことあると思うんですよね、えー、中学生の時に習うのかな、まあ、でも忘れてると思うんですよね、えー、国会と内閣と裁判所、えー、立法行政司法、まあ、この権力3つの権力をバラバラにしておきましょうってことですねじゃあなんでこんなことやってるのかっていうのが、まあ、三権分立なんですけど、まあ、なんでやってるかというとパワーバランスを取るためですねパワーバランスを取るために3つに分けてるんですね、えーまあ、じゃんけんみたいなもんかな 三国史的に言うと天下3分の K で実食後に分けた感じ、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないので普通に説明すると,、えーとまあ、3つの独立した機関に相互に抑制し合うことでバランスを取ってるんですねじゃあ何でそんなバランスを取る必要があるんですかっていうと、えー、権力が1つに集まったら、えー、独裁政治が行われて国民のことを考えない過度な政策が行われる危険性があるからですねだから、えー、3つの 見て権力を一つにさせずに三つにするんですねなんでこれ互いに攻撃できるんですよ例えばなんか内閣がやべえと思ったら国会は内閣信任決議とかできるんですね逆に内閣からして国会がやべえと思ったらですよおわあ衆議院解散じゃあとかそういうことができたりするんですね で、まあ、それぞれの役割をちょっと復習しておきますと、まあ、立法、国会のことですね。国会は法律を作るところです。で、行政、内閣ですね。えー、総理大臣がいているところですねで。行政は国会で作った法律や予算に基づいて政策を実行するところですね。で、司法、裁判所のことですね。で、これは国会が成立させた法律や行政の政策が憲法に違反していないかをチェックするところなんですね。ゃあまあ、基礎的な話は終わって、まあ、これからも基礎なんですけど、えー、じゃあ、じゃあですよ。 3つの中で、国会、内閣、裁判所の中で、3つの中で最も力を持つ機関はどこでしょう ?3、2、1、はい、分かりましたでしょうか。正解を言うと、国会ですね、国会。内閣って答えた人、多いかもしれないですね。もしかしかたらあの 総理大臣がいるとこなんでね総理大臣が一番偉いんやということで内閣を選んだ人もいるかもしれないです。でも国会なんですね。え憲法には国権の最高機関は国会であるとね定めてるんですね。で国会で仕事をする国会議員を僕選べるのが僕たち国民じゃないですか。あの内閣で働く人とか、えー、裁判所で働く人のことを選べないんですよね。でも、えー、国会で働く政治家を選挙で選ぶことができますよね、えー。日本は国民主権。国民主権ということは国民が一番偉いということですね。えー、一番偉い国民が自分たたちちのの代表を決めてその人たちに その人たちにその国会で話し合ってもらうんですよね。まあ、だから、国会が一番その国、国会で一番権力を持つ頃、えー、国の最高機関かというとこな。ということなんですね。えー、三権分立の中でも、その分立って書いてあるんですけど、一番力を持っているところは国会ですよっていう、まあ、これは建前上の話かもしれないんですけど、まあ、そうなっております。ということでまあ、ね、三権分立、ね、なかなか難しいと思うんですよね。まあ、難しいし、学んでもあそうみたいな感じなので、頭に入りづらいとは思うんですね。まあ、でも いっぱしの大人というか、えー、教養として、えー、恥ずかしくない大人として知っておいていいんじゃないかなというお話でした。じゃあ今回終わりです